大和証券 M リーグ2022-23 シーズンレギュラーシーズン最終戦を終えた全選手にお話を伺ってまいります。まずは4着となりました EX 風林火山松ヶ瀬隆也選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。 MVP を目指しての本日連投、はい、2戦を終えて感想いかがでしょうか。そうですね、まあ、2戦目はちょっと手がねあまりにも追いつかなかったんで結構きつかったんですけど、まあ、やれることはやったかなって感じはするんですけど、はい、まあ、ここで終わりじゃないんでね、次のセミファイナルとファイナル、それに向けて、まあ、しっかり頑張っていきたいなと思ってます、はい、ただご自身としては M リーグ参戦2年目で、はい、こう MVP 争いに絡んだ、はい、そこに関してはいかがでしょうか。なんかそこはそんなになんか強くあんまり、なくて、まあ、結果として MVP 取れるのが一番いいんですけど、はい、まあ、チームの、ね、状況が一番なので、はい、まあ、どこまでいってもチーム優先でいきたいなっていうのはあるんで、はい、まあ、1戦目でも、まあ、チームを優先した選択をするよというお話をされていて、はい、まあ、もちろん国士無双も今回も降りるしオーラスも、まあ、テンパイでこう無理に役満に行かないしというのが、まあ、それがフォアザチームということですよね。まあ、明確に満願相撲条件で、うん、2着順アップがあったの でトップまではね倍満が必要だったので、まあ、満願だったら、まあ、裏ドラ次第でなんとかなる可能性もあるので、まあ、そういった選択で、まあ、一応ね最後まで数アンコは見てたんですけど、まあ、なったからにはもうピーチ打つしかないなって、はい。さあレギュラーシーズン最終戦を終えてチームはプラス 586.1 ポイントの2位ということになりました、はい、レギュラーシーズンまずは突破となります、はい、さあそれでは最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、まあ、なんとかレギュラーは、ね、突破することができましたし、まあ、このあとセミファイナルファイナルと、しばらくちょっと間は空くんですけども、まあ、その間にもう一回ね自分の麻雀見つめ直して、完璧な状態でセミファイナルの、ね、舞台に上がれるように、チーム一同みんなで努力してまいりますので最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。